はい、こんにちは、レトスノーです。今回は所得税の一番基本的な部分ですね、宅建で出題される譲渡所得について解説します。で、今回はもう非常に、まあ、基本的な部分っていうのかな、まあ、試験でも出ない部分です。試験でも全然出ない。ただ、譲渡所得の問題が出た時に、ちゃんと理解をするためにはここを理解しておかないと、その後々いろんな控除とか特例とか全く理解できないと思うので、もし所得の意味がわからないという方は今回の動画ぜひ見ていただければと思います。で、所得の意味わかるよっていう方はもうこの動画飛ばしていただいて大丈夫です。で、まず所得というのは何かっていうと、収入引く経費なんですね。実際に事業を行っている方、例えば会社経営している方だとすごくイメージはしやすいんですけれども、例えば100円で仕入れたものを300円で売りましたといった場合、実際こうお金が入ってくる、売った時にお金入ってくるのは300円入ってくるじゃないですか。で、これっていうのは収入なんですね。で、仕入れに100円使っているわけだから経費は100円ですよね。で、所得っていうのは実際に儲けた分なんですよ。100円で買ったものを300円で売っているということは200円分儲けてますよね。この200円が所得です。じゃあ譲渡所得、まあ不動産の譲渡所得で考えたら、土地を8000万円で買いました、で、これを1億円で売りましたっていった場合、譲渡所得はいくらになるかっていうと、まあその他の細かい経費はちょっと考えないでおきます。考えずに8000万円で買って1億円で売ったというのがあれば、所得は2000万円なんですね。で、今回はすごく簡易的、今言ったのはすごく簡易的な話なんですけども、もうちょっと細かく言うと、譲渡所得っていうのは譲渡価格、これは売った価格です。今で言うと1億円で売ってますよね。これが売った価格。ここから取得費と譲渡費用、これを差し引くことできるんですね。この2つを引きます。取得費っていうのは買った価格です。今の具体例で言うと8000万円で買ったわけだから、8000万円が取得費に当たりますね。また買った時に登記をするわけだから、登録免許税もかかってきます。また仲介手数料とかもかかってきたりしますよね。このように買った時にかかった費用、これが取得費です。で、さらに譲渡費用、これは売った時にかかった費用、売った時にも登記をするわけだから登録免許税かかります。また仲介手数料もかかります。ここ、登録免許税、仲介手数料、登録免許税、仲介手数料と書いてあるんですけども、これっていうのはこっちは買った時の費用です。こっちは売った時の費用です。で、2回かかってきてるわけですね。買った時に登記をしますよね。自分に移転登記してもらうわけだから、その時の登記で、こっちは売って買い主に対して移転登記しますよね。その時の費用と、まあ、いうことです。で、こういった金額を差し引いてくださいねっていう話です。で、じゃあ課税標準ってどうなるのか。譲渡所得における課税標準っていうのは、基本的にはもうこの譲渡所得、これが課税標準になってきます。つまりこの部分ですね、これが譲渡所得になりますよ。例えば1億円で売って、ここが8500万円としましょうか。取得費が8500万円、まあ例えばですよ、8000万円で買った物件があって、その時に、登録免許税とか仲介手数料とかこの辺500万円もろもろかかりましたよと、まあちょっとかかりすぎなんですけども、まあちょっと具体例としてね、買った価格と登録免許税とか仲介手数料全部入れて8500万円でした。で、売った時、500万円かかりました。まあ、これもちょっと多すぎなんですけども、ちょっとイメージとして考えてください。そうすると、譲渡取得っていうのは、1億円で売ってるわけですよね。1億円から8500万円と500万円を2つ差し引いて、こう9000万円です。かかっている費用は合計で9000万円だから、譲渡取得は1000万円になりますよ。っていう話です。で、課税標準はって言われると、この譲渡取得から特別控除をするわけですね。特別控除っていうのはこれから勉強していく内容なので、今は分からなくてもいいです。一番有名なのが3000万円の特別控除ってやつです。そうするとこれ1000万から3000万引くと、これもうマイナスになりますよね。で、マイナスになるっていうことはもう0円と考えます。0円、つまり課税標準0円だから、譲渡取得に関する税金、所得税はかかりませんよっていう話です。
ここまで大丈夫でしょうか。もう今回の話で一番重要なのは今言ったところです。今の話ですね。譲渡取得の意味ですね。まあ、儲けた分ってことです。これが理解できれば、今回の動画はとりあえず OK です。で、一応合わせて覚えていただきたいのは、譲渡取得の課税主体、誰が、課すか、課す税金なのかっていうと、これ国なんですね。まあ、つまり、国税と呼ばれるものです。譲渡取得税、支払う先っていうのは国ですよ。国に対して、譲渡取得税、まあ、所得税ですね。所得税を払わなければいけませんよ。っていう話です。まあ、これもね、合わせて覚えていただければと思うんですけども、今回は譲渡取得、これの意味、ここをちゃんと理解していただくっていうのが、今回の動画の目的の内容なので、まあ、具体例今回入れさせていただいたので、ぜひですね、この部分は最低限覚えておきましょう。で、その後ですね、2回目からは、これが分かった上での解説になりますので、ここの部分は最低限頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。